それではただいまより B シフト予選後半3ゲームの練習ボール10分間スタートいたします。協賛企業様、株式会社アメリカンボーリングサービス、株式会社大福プラスモア、au ボーリング、 NTT データジェトロニクス株式会社様、株式会社 FNC大阪府ボーリング場協会、近畿中四国ペプシコーラ販売株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、アサヒカルピスビバレッジ株式会社、イーグル商事株式会社、イヨロイ建設株式会社、株式会社マルミヤ、江崎グリコ株式会社、株式会社岸本印刷所、近畿ビジネス販売株式会社、国語道場、富士商事。
練習投球終了、練習投球終了となります。2投目のところはリセットボタンをご利用ください。2投目のところはリセットボタンをご利用ください。それではただいまより B シフト予選後半3ゲーム、ご観戦の皆様の拍手をいただきましてゲームスタートさせていただきます。
はい、帰ってきました。お疲れ様です。お疲れ様です、はい。ボーラーズストリートの出店どうですか？すごいお客様がたくさん来ていただきまして、本当にいろんな方にウェアを試着いただくことができました。はい、はい、そのウェアなんですけども見てください。先ほどの紳士な服を一転しましてスポーティーな感じに仕上がってまいりました。なんと下の方は自前の星柄です。はい、合わせてきました。はい、じゃあ今から紹介していきます。ウェア、かなえさんが、はい、はい、こちら新作のウェアなんですけれども、すごくこう大人でかっこいい、また色がねすごく素敵なんですよね。こちらのウェア、ネット販売価格まだ、出たばかりの素敵な商品なんで、はい、いい色なんで、はい、かっこいいです。はい、はい、そうですね、はい、はい、ここにボーラーズストリートのロゴが入っていて、はい、すごくおしゃれです。着心地どうですか？いや、すごいいいです。柔らかくて、洗った時に半日で乾きます。あ、そういう素材ですね。そうですね、中にはもう洗濯してもう乾燥機回しちゃったらもうすぐ乾いてるっていう、本当に、はい、はい、もうスポーツいいウェア、はい、じゃあ次行きましょうか。もう次、はい、はい、いますよ。あ、今脱ぐんですか？なんと見ててください。はい、これを脱ぎます。はい、いや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 、どうですか？なんか仕込んでるなとは思ってたんですけど。どうですかこれ？かっこいいですね。いいでしょこれ。はい、変身具合も込みでかっこいいです。ここ見てください、このボーラーズストリートのマーク。はい、またこれは新着。あ、ちょっそうですね、ちょっと前に今年のモデルではあるのですが、はい、いいですね、はい、ちょうどねベージュと紺色とマッチ、すごいいいマッチングです。これお客様にもすごい好評なんですよ、この色の組み合わせが。はい、はい、これはすごい気に入ってます。ただ次、はい、次行きましょう。はい、もう一着気に入ってるのがあるんです。これ下脱ぎますね。僕の一番のお気に入りです。一番のお気に入り、行きますよ。行きますよ。どうですかこれ？うわ、鮮やか、かっこいいです。はい、僕紫が好きなんですよ。で、この紫とベージュのマッチング、バッチグ、あ、失礼しました。はい、ちょっとね優しい顔つきなんですけど、ちょい悪に見えるでしょう。だろう、ワイルドだぜ、紫だぜ。ちょっとおふざけが。紫は以上だぜ。じゃあ次行きましょう。はい、わ、楽しみですね。赤い、何やら赤い色が、だんだんと軽くなってきました、体が。キュキュだったのが。どうでしょうこれ？私一番竹本さんらしいなって思います。というか、あんなにたくさん着てるのにこの上入るんですね。あん、それは2枚目なので入るのは入るでしょう。6
意気込んだんですか。まあまあまあまだ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 、いやこれも、ツートンカラーで、なんとこの赤色にもベージュが合うんです。合います。そうなんです。合うんです。合うんです。合うんです。じゃあ次行きましょうか。はい、はい、あららららら、まだまだ変化するんですね。どうですか、赤から青へ鮮やかな変身です。はい、これなんかね、サッカーの日本代表にのような感じで、はい、赤のラインも日本人であれば皆さんこれ胸がときめくんじゃないかなと思います。ときめくかどうかはわからないですけども、サムライブルーになった気分ですね。はい、これもなんとベージュのズボンと合うんです。合うんです。合うんです。はい、次行きますか。まだあるんですか。あ、もうないです。以上だぜ。イエーイ。あ、まだあるんです。なんと今年のワッペンがあるんです。こちらなんと選手用の金色のワッペンです。こちらは、選手しか出場、ボーラーズストリートカップ双葉オープンに、出場した選手しか、もらえない。 あとスタッフ、はい、僕たちスタッフもつけてます。はい、貴重な、ワッペンです。で、このワッペンが、なんとちょっと色違いなんですけども、販売用であります。こちらです。かっこいいんです。こっちが正式なこのロゴのマークですね。これがワッペンになってますので、もうぜひ今回の大会のオリジナルなので、はい、ここ見ていただけたらなと思います。ポイントなんですけども、こちらの赤いラインが、ピンの形になっているので、すごく、かっこかわいい、デザインとなってます。こちら金井さんのデザインなので、はい、すごくいいデザインです。で、なんと、去年のワッペンが見つかりました。こちらが去年の、貴重なワッペンです。選手、と、スタッフしか、手に入らなかったワッペンなんです。ん？これな、販売用あります。取ってきましょうか。これあ、なんとこちらも、色違いですけども、販売用がまだまだ、存在、在庫であるみたいなので、お買い求めの際は、ボーラーズストリートで、はい、ご注文いただけたら、はい、お願いします。インターネットで画像をしっかり見ることができるので、はい、今すぐ検索して、双葉プロショップオンラインをすぐ検索して見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。
終了しまして、なんと4ゲーム目290ピン、セミパーフェクトですね、打ちました、阿部雅美プロ、なんとトータルピン1038ピンですね、アベレージが259ピンという、驚異的なスコアとなっています。で、第2位は、4ゲーム目ちょっと、ぐずついたスタートとなったんですけども、198ピンで、トータルピンが、996ピン、アベレージ249ピンですね。こちらもすごいトータルピンとなっています。第3位が、縄亜希プロ948ピン、そして第4位、こちら、アマチュアの武部君江選手、935ピン、武部選手は、今年の大阪国体代表選手となっています。で、第5位、鈴木梨紗プロ、920ピン、で第6位、堀内選手、堀内光則選手、891ピン、こちらの堀内選手は、なんと堀内彩プロのお父さんです。第7位、吉川智恵プロ、890ピン、そして、第8位、小牧達也選手、アマチュアの小牧達也選手、864ピンです。Bシフトに入りまして、レーンコンディションの方がオイルの方が、大変、枯れてきましたので、ラインがなかなか難しい、コンディションになってきています。1位の点数が、あまり伸びていないということなので、まだまだ、下位の選手にもチャンスがあると思います。
縄。縄亜希プロ、現在ストライクが7つ続いております。
はい、また着替えてきました。また解説を、していきたいなと思います。B シフトも、5ゲームが、終了、しようとしているんですけども、4ゲーム終了時点での第9位の選手、アマチュアの岡本選手ですね、現在10番レーン投球です。今テンフレ1投目もストライクですけども、9位でしたので、これでだいぶジャンプアップするんではないかと思います。順位がすごく変動する、そういった展開が続いているんですけども、4ゲーム終わってアベレージが259という、驚異的なスコアの阿部正美プロ、今14番レーン投球です。また、10フレームパンチアウトをすると258ピンとなりますので、少し残念ですね。それでも、スペアストライクで240点台、すごいですね。ちょいわる店長、ちょいわる戸田店長今登場いたしました。
そうなんです、P リーグが、明日なんと収録があります。なので、現在投げている、選手の中で明日収録の選手、数名いますが、ハードな、日程となっております。また、大石選手は、P リーグに復活をするのか、これはですね、復活をすると思います、信じております。JPBA に、なったからには、P リーグに出てほしいと、僕は思います。なんと先ほどの、僕と金井さんのご変化のおかげなのか、観覧数現在167名はい、あともう少しで200名超えです。200超えを目指しているんです。はい、先ほどのコメント、ベージュのズボン一押し。そうです、ベージュは何でも合うんです。おすすめです。ボーラーズストリートの腹部はベージュがとてもよく合います。ぜひ、ですね、ベージュとベージュのズボンと、ボーラーズストリートのユニフォームを合わせて着てみてください。さあ、5ゲーム目が、終了してまいります。5ゲーム目終了時点でのスコアが気になるところですが、なんと泉大津店の豊田社員がボーラーズストリートのユニフォームを着ています。ちょっと紹介させていただきます。はい、豊田社員です。ドリルがすごく、うまくて商売上手です。新商品なんですけども、腕のところ、袖のところ、レース、ひらひらとなってます。あとちょっと見えにくいんですけども、あ、腰のところ、あ、ちょっと見えましたね今、レースになってるんです。そこです。はい、女性専用となっております。僕が着ると変態になるので僕は着ません。はい、それでは点数が、出た模様ですので、少々お待ちください。はい、現在の、5ゲーム終了時点、はい、いきます。5ゲーム終了時点、阿部正美プロ1289ピン、
はい、すいません、お待たせいたしました。1289ピン5ゲーム、すごいです。257アベです。続きまして第2位、アマチュアの武部君江選手、1215ピン、こちらもすごい点数です。243アベですね。第3位、名和明プロ、1211ピン、こちらも242アベ、すごいですね。第4位、大石直選手、1193ピン、すごいですね。続きまして第5位、アマチュアの、岡本敦史選手、1138ピン、初めて、第5位に男性が、男性ボーラーが、食い込んできましたね。続きまして第6位が鈴木梨沙プロ、1100飛び8ピン。第7位、堀内プロの、お父さん堀内光則選手、1100飛び1ピン。続きまして、8位ですね、248ピンを打って、第8位まで上がってきました、アマチュアの松下選手、松下明文選手。松下選手は、元ナショナルメンバーです。すごく有名な、ボーラーです。以上が8名となっております。しまして第9位です、吉川智恵プロ、5ゲーム終了時点で第9位です。8位との差4ピン差、4ピン差です。しかも吉川プロ、最終ゲームフォーススタートとなっております。先ほど A シフト同様、プロボーラー最終ゲーム、すごく気合が入っています。1ゲーム目とは全く別の顔になってきています。これは疲れているんじゃないんです。真剣なんです。
さあ10番レーン吉川プロ第5フレーム目。はい、見事フィフスです。8位決勝進出に、大きく、前進です。カメラで映りますでしょうか。5ゲーム終了時点の、第6位鈴木梨沙プロ、なんと、端っこ、1番2番レーンに入ったんですけども、レーン移動で、右から左、大移動となりました。それが、吉と出るか凶と出るか。現在第6位なので220品は、欲しいところですけども、まだストライクの方が、ダボがない状態です。鈴木プロももう笑顔が完全にない状態です。真剣なんです。もう一人注目していただきましょう。8番レーン鈴木亜希プロ。鈴木亜希プロ、5ゲーム終了時点で第12位です。なんと8位までの差、30品差、失礼いたしました、36ピン差ですね。鈴木亜希プロ8位まで36ピン差。こちらもフォーススタートです。プロボーラー最後の追い上げ、凄まじい勢いです。さあもう一人注目していただきましょう。8番レーンアマチュアの北本和樹選手。こちら北本選手5ゲーム終了時点で11位です。なんと8位までの差20品、8位まで20品です。現在ノーミスとフォースですね。220ペースです。このゲーム240点250点が欲しいところです。
セブンピンタップしました。もう後がない北本選手です。8位以下の選手の、追い上げが、凄まじいです。順位の変動が、1ゲームで、すごく変わっていきますので、変動がありますので、もう最後の最後まで、気が抜けない展開となっております。コメントの鈴木亜希プロ、応援しているということで鈴木亜希プロを映してみましょう。8番レーンですね。鈴木亜希プロ 240点、50点が欲しいところです。あと一発ストライク来ると8位以内が濃厚となってきますが、はい、持ってきました。250点台今のところ確定です。本当にプロの追い上げがすごいんです。
さあ鈴木亜希プロ天フレ2投目。はい、見事ストライクです。鈴木亜希プロ、これでトータルプラス120ピン、ぐらいとなりますので、8位以内が、濃厚となってまいりました。さあ次注目の10フレームです。10番レーン吉川智恵プロ、5ゲーム終了時点第9位です。はい、こちらも8位圏内、確実と言っていいでしょう。ボーダーラインで競っているのが吉川プロ、2投目もストライクですので、こちら確定だと思います。8番レーンの北本選手、このゲーム250ピンですね、250点台。次ストライク出しますと、プラス120ピン、どうも120ピンがボーダーになるような予感が、します。本当に下からの追い上げがすごいんです。ボーダーラインが一気にプラス30ピン上がったりしますので、5ゲーム終了時点で、8位以内にいた選手が、何人も8位以下に落ちるという展開となってきております。はい、最後9本カウントですけども、そうですね、結果が楽しみなスコアですね。
コメントに、大石プロ、大分中から投げてるというコメントをいただきました。次テンフレ、残すところテンフレのみですが、ちょっと、投球の時に移してみたいと思います。そうですね、第4シフトの最終ゲームとなってきてるんですけども、だいぶ、手前のオイル、ボールが落ちるところのオイルですね、そちらのオイルが、だいぶ削れてきています。ただ、それを、避けるように、ラインを内に入りますと、オイルを長く、使ってしまい、ピンが、天ピンが飛ばなかったり、角度が悪くなってピンが飛ばなくなったりしますので、なかなかストライクが取れない状況になってきています。ただ大石プロ、見てる限りでは、ちょっとスピードでアジャストをしている感があります。ボールを、ドライなところへ出すのではなく、オイルをしっかり使いつつも長く使いつつ、ボールスピードでアジャストしているのではないかと思います。ただ、今、ボールを変えました。曲がるボールへ変えたのだと思います。曲がるボールで、オイルの中を選択して投げているように見えますですね。今の投球もやっぱりオイルを使いすぎた分天秤が飛ばなかったという結果です。ただこの大石プロ、すぐにボールを、変えたりラインを変えたり、スピードであったり、そういうアジャスト能力にすごく、長けている部分が、ありますので、まあ、新人プロですけども、今年の、ランキングが、気になる、存在に皆さんなると思います。最後、大石プロしっかりアジャストをしてくることだと思います。はい、見事なストライクです。最後の曲がりを調整して、はい、見事なストライクです。さあ、まもなく、B シフト予選が、終了いたします。大混戦の、中、8名に残るのは、一体どの選手となりますか。集計が出るまで、お待ちください。
第1位通過、阿部雅美プロ1511ピン。第2位通過、縄亜希プロ1461ピン。第3位通過、アマチュアの武部君江選手1426ピン。第4位通過、大石直プロ1412ピン。第5位通過、吉川智恵プロ1339ピン。第6位通過、鈴木亜希プロ1324ピン。第7位通過、アマチュアの北本和樹選手1319ピン。そして最後、第8位、鈴木梨沙プロ1317ピン。以上8名様、8名の選手、決勝進出となります。今って何総合で対戦が、決勝進出は16名の選手を、1位から16位に、順位を、決定いたします。そちらの順位にて、対戦と、指定あれの方が、決定いたしますので、また後ほど、ご案内させていただきます。